で過労感ですね、結構聞かれるんですけども、過労感はですね、やっぱりローカルの人が住んでる場所ということで、結構ですね、なんか多分ですね、日本でオンラインで知り合った女の子がそこに住んでたりとかっていうことがあるんですけど、ローカルエリアなんですよね。でモニュメントっていうマニラの電車でいうとモニュメントっていう駅のところが近いんですけども、やっぱり行ってみると分かるんですけど、やっぱり現地人の中でやっぱり日本人浮いてしまうんですよね。なのでやっぱりそんなに治安のいい場所ではないかなっていう印象ですね。ただまあものすごい殺人がいっぱい起こるとかそういうことではないんですけども、やっぱり軽犯罪が多いそのフィリピンなので、まあちょっとしたもの盗まれたりとかですね、あとはやっぱり銃社会ってことで油断はならないなと。いずれにしても過労感はやっぱりローカルな場所ってことは覚えておきたいですね。外国人があんまり行くような場所ではないってことです。だからコンドミニアムとかもそんなにないっていう感じですね。